全体の造形北海道100年記念塔は、北海道札幌市厚別区ののっぽろ森林公園に位置する記念建造物。1968年11月に北海道街道100年を記念して着工され、1970年7月に竣工翌年の1971年4月より一般公開された。のっぽろ森林公園にあるため、 北海道博物館や北海道開拓の村と隣接している。1962年の北海道100年記念事業の準備委員会で、町村金吾、道知,知事が、ラシモアさんのアメリカ大統領彫刻を引き合いに、大規模なモニュメントの案を発言し、有識者懇談会にて、橋本東さんが、札幌市大通に、頂上に、金の北都政都上部に、明治天皇、 黒田清隆、佐藤商会、与田つとむさんと下段に開拓功労者10人以上の像を据えた高さ100尺の記念塔建設案を提案。その後、アイヌ民族や開拓事業の犠牲者の慰霊碑の建設案も寄せられた。あと、特定人物の検証に限定せず、開拓の先人に大使感謝と慰霊の誠を捧げる、将来に向かってのたくましい北海道の建設を誓う。 同民の総意を込めた記念党の方針を決定。1967年に設計工房を行い、黒川紀昭ら有力者からの案を含め全国から299点が寄せられ佐藤武雄審査委員長と田上義也、大野和夫、高山栄華、谷口義郎、横山武理雄の道内外建築家6名、島本徹、前田義則、安倍金夫。 関文子の学識者4名による審査の後、札幌市在住で、久米建築事務所所属の井口県のグループの案が採用された。100年に合わせて高さ100メートルとなる塔の造形は、点をついて、限りなく伸びる、発展の勢いを表現するべく、空に向かい無限に伸びる二次曲線によって未来への発展を象徴し、塔壁面の凹凸は、 風雪と戦った歴史の流れを表現して、東断面は北の文字を、基部の平面は六角形の雪の結晶を継承している。また、下部には静的、瞑想的空間形成を図る池も配置された。構造は鉄骨トラス構造で、外壁は茶色の厚さ4.5から6.0ミ、mm、リメートルの対抗性高張力鋼板で覆われ、東は 鉄骨等も含めた鋼材の総量約1,500トンより、なる。総工費は約5億円を要しており、その半分の2億5,000万円は、北海道民の寄付による。また、入り口付近には、佐藤忠義による北海道庁玄関レリーフの原型となるレリーフ、開拓が配置されている。この他当初設計では、 和人の歴史観で、アイヌ民族への敬意を書いた百年記念事業への批判に関係し、党の根元にアイヌと和人のすべての先人への慰霊と感謝を込めた、アイヌ文様を壁面に施した石積みのモニュメントを設置する案も存在したが、予算不足を理由に実現しなかった。25階建てであるが、1970年代、後半よりエレベーターは長らく閉鎖され、保守用となった。 八階の展望室までは、塔内の階段で登ることができ、高さ23.5メートルの展望室からは、札幌市、江別市など、石狩平野が見渡せた。展望室は入場無料で、冬季期間は閉鎖された。複雑な構造の塔は、雨水が溜まりやすく腐食が予想以上に進み、1992年に2億円。 1999年に3億5000万円をかけて大規模修繕を行うも完全修復には至らず、2014年7月からは老朽化によって金属片が落下したことなどにより、党は立ち入り禁止となった。その後2016年9月より、北海道の歴史文化施設活性化に関する懇談会で損廃を検討し、 2017年には今後50年間の維持費として展望台としての現状復帰で28.6億円、現状維持で26.5億円、除却で4.1億円が試算された後、2019年2月に解体の方針を決定。後地には将来の北海道を象徴する新モニュメントの建設を予定する。2020年6月に党の内部が報道陣に公開され、 島内外に朽ちたてっぺんや鉄粉が散乱し、強風で部材が落下すると、老朽化が進行している状況が見られた。ありがとうございます。